はい、ということでですね、ちょっとビデオを撮り忘れてしまったんですが、3回目はちょっと落ちてしまったんですが、なんと4回目でやっとペーパー試験に合格できました。ありがとうございます。で、今日はですね、旦那さんにですね、翻訳をしてもらいながらペーパーテストでできたんですけども、普通であればパソコンを使って、自分で選択して、で、まあ8問間違えた時点でもう即アウトなんですけども、今日はなんとか全部一回通してやって、で日本のテストみたいな感じ でやらせてもらいました。で正解数は33で、外れが7問だったので、まあ1問余裕がある状態でなんとかできました。で次はドライブテストになるんですけども、それがですね、結構予定がいっぱいみたいで、今月の末に行くことになりました。でそれを逃してしまうと次の9月の月末あたりになってしまうみたいなので、なんとか一発合格を目指してやっていきたいと思います。でまた8月の末に動画上げられればなと思いますので、ぜひ見てください。今日も見ていただきましてありがとうございます。バイバイ。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。この動画が気に入ったら高評価ボタン、このチャンネルが気に入ったら下の登録ボタンを押してチャンネル登録をお願いします。ではまた、バイバイ。